来ると思った。よっしゃ、君は気持ちよさそう。フォアロスタイム。緊張してんか。ああ大丈夫やろ。まあ、いやでもまさか2試合連続とは思ってなかったんで。チャンスや。今怪我人がおるときにさ、もう怪我人がさ帰っていたときにポジションないでって思わせるぐらいのさことをしとけばさ、それこそアザッサもそうやけどマッスもそうや、1得点1アシスト結果っていうのを残してマッスがさ2試合連続で掴み取ってるんやから。アザッサはポジション的に結果じゃないかもしれへんけど、もう守備で0失点に抑えるっていうのが結果やから、あわよくばアシストっていう結果残せば大丈夫。1つ良かったからね。よし、まあいつも通りのプレーして、はい、やっていこう。はい、まあ、前は任せんかい。おっ、体いいです。昨日もランニングで体調節したんで悪くないですね。